こんにちは、山の草尾です。7月の19日と20日の2日間秋田県と岩手県にまたがる八幡平に行ってきました。たくさんの花が咲いていましたので何回かに分けて紹介していきたいと思います。八幡平は秋田県と岩手県の県境にあります。1600メートルほどの緩やかな地形からできていて、遊歩道もよく整備されていて、たくさんの観光客が訪れる人気のある山です。7月19日の早朝に青森県の自宅を出発して2時間半ほどで八幡平に到着しました。その日は夕方遅くまで花をたくさん見て歩いて、夜は車中泊をしました。夜は気温が下がって寒いぐらいでしたが、満天の星空を眺めて楽しむことができました。最後までご覧いただきありがとうございます。この後も数回にわたって八幡平の花を紹介していきます。